り寄せのちょっとあの調味料なんですけど、これ本当に使ってほしい、マジで。あのね、そう、あの黒トリュフペーストなんだけど、そう、これこの黒トリュフペースト本当に美味しくて、あのブランドはちょっとね、ごめんね、ちょっと読めないのごめんね。はい、ブランドなんですけど、ラスティシュラ、ラスティシュラっていうところの、そう、イタリア産のトリュフペーストなんですけど、この黒トリュフペーストめちゃくちゃ美味しくて、コンビニのカルボナーラとかクリーム系のパスタにこれをちょっと入れるだけでめっちゃ美味しくなるの。あとはクリーム系の、あの家で作るパスタにこれをちょっと入れるだけでめっちゃ家でトリュフ、本当にね、これおすすめ。これはアマゾンで黒トリュフペーストって入れると結構いろいろ出てくるんだけど、本当にね、何にでも大丈夫。運動ね、クラッカーにカッテージチーズ入れて、蜂蜜入れて、これをちょっと垂らすだけでもトリュフチーズのおつまみになったりとか、あとはオムレツにちょっと混ぜてバター炒めのオムレツにするとめっちゃトリュフ。本当になんかスライスしてある冷凍のトリュフって、あのなかなかうまく使えないんだけど、これ誰でも使えます。そう、本当おすすめ、使ってほしい。黒トリュフペーストでした。次なんですけど、次は美容液を紹介したいと思います。はい、あの前にあのCLP 女王蜂のピンクの美容液を紹介したと思うんですけど、あのこれ結構すごく良くて、あの別の種類の美容液を CLP の買ってみました。これはプロポリスエネルギーアップルって言って、プロポリスが結構あの濃厚に含まれてる美容液で、交互に使ってるんだけど、たまに混ぜて使ったりしてるんだけど、これねめっちゃいい。これはピンクやつはあの前に紹介した女王蜂のあの美容液なんですけど、こっちはあのプロポリス、濃厚に入った美容液を買ってみました。1月はこれいいと思います。で、使ってて気持ちがいいです。 CLP、まあ、有名なんですけど、この美容液ねちょっと試してほしい。僕はこう混ぜて使ったり別々に使ったりしてます。おすすめです。次もコスメなんですけど、コスメ、あのこのリファ、あのねフェイスマッサージで有名なリファの、そう、ちょっともうこれ結構気に入っちゃった僕。そう、これは12月ぐらいで買ったんだけど、そこのあのリファのあのナイトクリーム、あのもうそう、これめっちゃ良くて、そうフェイスアップクリーム、夜塗るやつなんですけど、まあ朝塗ってもいいのかなと思うんですけど、これ本当に気持ち良くて、そう、これがリファのフェイスアップクリーム。そう、なんかね、なんかナイトクリームっていうか夜塗って寝てるとね、朝はめちゃくちゃいい。そう、僕大体アマゾンで全部買えます。大体リファあのフェイスアップクリームとかの、あの検索するとこれが出てきます。本当ね、これね結構真っ白なんだけど、そう、匂いもそんなにきつくなくて、そう、結構ねしっとり、本当にしっとりするの。これおすすめ。ちょっとね高いかもしれない、これでも大事に使ってます。リファのフェイスアップナイトクリームでした。はい、次なんですけど、次はそう、これなんていうの、桃引き、ヒートテックか。そう、僕ヒートテックずっといつも悩んでて、そう、毎年4万円ぐらい買うんだけど、これはさすがにユニクロ行って買いました。そう、ユニクロのヒートテック、そう、これ結構ヒートテックいろいろ買ってて、なんか今回買って、これがね一番良かった、ユニクロのねヒートテック。邪魔にならないっていうか、寝ててもねサラサラしててね、フィット感がすごい。まあ普通の ヒートテックなんですけど、皆さんしてますよね。でもこれ本当おすすめかも。なんかね素材もいいし、結構おすすめです。ユニクロのヒートテックでした。そう、洗っても丈夫。はい、次は洋服に行きたいと思います。またバイまで買っちゃったよ。そう、僕も洋服はバイまで決めてるんですけど、あんまり出歩かないので、1枚目はそう、キスのロンティ、
そう、もう普通のね、ちょっとグレーの霞がかかったグレーなんだけど、こう何にでも合いそうと思って、最近ねキスお気に入りなんでキス買ってみました。次はそう、スプリーム、まあ、バカを買いました。こんな感じです。そう、もうなんかシンプルでこんな感じです。もう後ろは無地でこんな感じで、もう本当基本的な、そう、ワンポイント S、 スプリームの S グレーです。これも後で着たいと思います。そう、これ僕ほんと欲しくて、バイマで黒とグレーを買っちゃいました。そう、いつもはねこうやってここにスプリームって書いてあるんだけど、そう、十字になってるの。そう、こんな感じ、すごいシンプル。そう、こんな感じです。そう、でもねこれね、グレーも可愛いんだけど、黒がねめっちゃ可愛い。本当にもうほんとシンプルなんだけど、そう、何にでも合う。こんな感じ、もう後ろは無地です。そう、これねめっちゃね好き。そう、だから大事に着てます。そう、まだね2回ぐらいしか着てない。あとで着てみたいと思います。イエーイ。これは僕たまたまネットで見つけたんですけど、 INTL っていうサイトがあって、洋服の最近そこちょくちょく見てるんですけど、 そこでなんかすごい可愛いパンツがあって、これもあの黒とカーキ色買ったんですけど、なんで買うのかっていうと、裾がこうやってね、チップとかあるじゃないですか。僕足短いから靴にこうよれちゃうの、靴でこう、だからここを1個開けるとあの靴に馴染むって言ってこう開けられるから、ちょっと大きな、なんていうの、ナイキのバッシュみたいなやつ履いても裾が詰まらないっていう感じなの。だから僕結構ねここのジッパーついてるやつとか好きで、そう、黒もこうついてるの、こんな感じで。そう、そう、だから短足にはいいと思います。そう、結構そのポケットもあったりとかして可愛い、こんな感じです。で、黒もそう同じなんですけど、こんな感じ、そういう違いを買ってみました。はーはー、 INTL っていうサイトのカゴパンツでした。イエーイ。はい、次なんですけど、次は靴を紹介したいと思います。イエーイ。ナイキのこれを買ってみました。ちょっとね、僕ね前とか分かんないんだけど、ナイキ、そう、こんな感じ。オレンジでちょっと底が高くて、そう、僕こういう靴好きなんですけど、そう、なんか可愛い、ほら、なんか横もこんな感じで、そう、これが1足目です。次はジョーダン。そう、これもナイキです。そう、ナイキのジョーダンです。そう、これもね可愛いの見て、ほら、なんかもうこんな感じ。そう、これねジーパンに合わせようと思って買ったんだけど、そう、ジーパンにね合わせようと思って買ったの。可愛い。
はい、ってことで今回は1月に買ってよかったものを紹介してみました。2月も引き続きやるので楽しみにしておいてください。あとインスタグラムはこの辺にやっておきます。イエーイ。